こんにちは、ほのぼの一筆が中尾月香と申します。おなすと、雨傘、長靴、アジサイ、梅雨時のおはがきのイメージで描きました。使う絵の具は乾彩、いつも通りです。それに、少しですが白を出しております。ほぼほぼ乾彩の、ほんの少量で全て出来上がっていきます。ではおなすから参ります。とてもね簡単ですので、ぜひぜひチャレンジしてみませんか。はい、黒とブラウン系を取ったら、まず枝からね、おなすの枝からね参ります。はい、下からもうどこに書いてもよろしいですので、自分が思うところにキュッキュッと、このように、そして少し左右に短めの葉っぱを描くためとか、実をぶら下げるための枝をねちょこっと短めにまず入れておきましょう。はい、それからグリーン系、少し取って、そうですね、青草とか黄土、少しイエローも言えますが、葉っぱを二筆で描いていきます。今ね、下に、紙、コピー用紙引いて汚れてもいいように、飛び出たら飛び出たなりに、ね、いいように書いております。下にね紙引いていると、気にせずに思いっきり葉っぱも描けますね。でね、たくさん結構つくんですけれども、今回はハガキサイズに書いて、実も、いくつか書きますので、葉っぱはねあと1つ2つぐらいにしておこうと思います。はい、結構しっかりとしてますが、書きやすい二筆でできる葉っぱなので、結構ね皆さん簡単に描けるかと思います。はい、そしたら、ね、あのバッグの方汚れてますが、ちょっとのけますね。続いて、おナスの実の色ですが、群青と紫、この2色で、私どもはおナスの実を描いております。で、最初にね、この葉っぱの当たるところから、ちょっとね、ここはスッと一筆では行きづらいので、葉っぱが当たらん、葉っぱに色がねあまり映らないようにちょっと塗り絵っぽくここは入れました。そして、あとはね左書いてね、どこに置こうかな、左右、そして下から上へキュッと入ったら簡単におナスができます。左右下から上キュッと上がります。あとでヘタを描きますね。で、下の方にねいくつか、3つぐらいばらしておきましょう。まあ、これは復習がてら、もうこのままでもいいんですが、ついでにね描いておきます。はい、左右、ね、そして下から上がって上に行くっていう感じですね。そしたら、そうですね、ヘタをね群青とそして黒を取って、このようにナスビにかぶしていきます。はい、ね、なんとなくこう雰囲気出てきますでしょ。こんな感じでねおナスできてたりしますものね。はい、トマトとかキュウリとかと並んで家庭菜園では大人気ですものね。花言葉はつつましい幸せです。はい、そして、葉脈に紫色を取って、はい、少しねこの左右に分けて紫色をね入れていくと、よりナスの葉っぱらしくなっていきます。はい、もうすぐね出来上がります。皆さんはおナスはどのようにして召し上がるのかしら。私ね、やっぱり天ぷらとかフライにしてね、唐揚げっていうのかしら、串カツみたいにして食べるの大好きです。もちろん、
さっと湯がいてお浸しで食べるのも好きです。でね、今ね、ちょっとね、紫が目立ったところもう一度グリーンのってごまかしました。水彩はこういうね、ごまかしが簡単にできます。便利です。はい、続いて、雨傘と長靴、アジサイ買えるって言ったような、これはね、雑誌の切り抜きとか折り紙とかジオ紙とかで楽しめるので、とても重宝します。はい、こういったなんかね、差し上げる相手が喜んでいただけるようなイメージの紙をちょこっとあればできます。こういったクリアファイルであらかじめ適当に傘の形、長靴の半分ですね、ひっくり返したら両方できますんでね。そしたらその上に適当に輪郭を取ってハサミでくり抜くという作業をしていただきます。もういろんなパターンでできますのでね、ちっちゃいですし少しの分量で十分ですよ。はい、そしたらもうすでに切り取っておりますので、これをのり付けしていきます。まあ、結構うちの生徒もね、このパターンでもう何十人って、お便り出したっていう方も多いんですけれども、結構ね、誰でも楽しめます。お子さんと楽しむのもいいと思いますよ。お孫さんとかね、好きなキャラクターの髪もいいんじゃないかしら。はい、長靴を、のりで、普通ののりでこのように1はね、どこでもいいですが、まあ、参考になればどうぞこのようになさってください。そしたらあと黄土色を取って、傘の上のところね、はい、そして持ち手のところね、ずっと下まで行って右に U 字型で戻ります。はい、傘のイメージができれば別にね、まっすぐなままでもいいですよ。そしたら左と右上にね、左下右上にアジサイをね、ちょこっと入れて彩りを添えます。はい、白と、まあ、今回パープル系を使いますが、この時だけですね、白使うのはね、ほんの少しで済みます。はい、もう傘が主役ですので、あの、アジサイはね、ちょっと彩りで、なんていうのかな、もうあの丸とか四角をいくつかまとめて描くとアジサイのね、感じが出ますので、きちっと描こうと思わなくてもよろしくてよ。まあ、片側だけじゃ寂しいので上の方もね、ちょっと今度ブルー系にして入れていきます、ね、ちょっとこういう風に映えると梅雨の、イメージのお便りがあっという間にね、完成しますのでね。はい、そしたら少しね、濃いめのブルー系を取って、真ん中あたりにちょんちょんとポイントで入れていきます。はい、そしたら続いて葉っぱ、青草、木草あたりを取ったら、ね、だいたいバランスのいいと思われるところにこれも二筆で葉っぱを入れていきます。もう本当にね、遊び心で描いておりますので、ね、ぜひぜひ皆様の大切な知人友人とかにね、元気ですかってね、出してあげるときっときっと喜んでいただけますわよ。はい、ね、このように。そしたら続いてね、カエルに参ります。カエルはね、長靴の片側だけでいいと思うんですが、お顔のところね、横にキュッと描いたらお目々を描いて、はい、そしてお手手を下へ描いて、そして少しね、あの曲げた感じで暗用を描きます。まあ、これであと、あの黒のボールペンで目をキュンキュンとこう入れていただくと可愛いカエルが出来上がります。はい、そしたらまあ、手本の方にはしなかったんですが、カタツムリもね、入れときましょう。ブラウンで、
渦のね半円のような感じの殻、殻っていうんですかこれ。はい、そして、胴体は黄土色一色でスーッと入れます。そしたらあとは黒で触覚ですね、黒のボールペンね、触覚をキュンキュンと入れて、ついでに、アジサイの葉脈の方にも行っちゃいます。はい、これで、ね、かわいいアジサイと長靴傘のイメージができましたね。そしたらあとはいつもよく使うんですが、鉛筆ね、この5色の100円ショップに売ってます。そのブルーが出るところを選んでいただいて、雨のようなっていうイメージで罫線になります。ここにね、暑中見舞いとか梅雨のお伺いとかでメッセージを描いていってください。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、今日はこういった雨傘と、かわいいカエルとかアジサイ、そしてお茄子、ね、美味しそうなお茄子も出来上がりました。いつも楽しく描かせてもらってありがとうございます。よろしければまたチャンネル登録よろしく。